谷口県から1929年9月21日は、日本の明治期の陸軍軍医。最終階級は、陸軍軍医官。医界訓等は西医、正四位、君医等、高三級。医学博士。東京大学医学部の同期に、小説家の森鴎外がいる。1856年2月7日、三坂勝山半々氏、谷口雄年の長子として、 江戸の判定に誕生した。武家の子として幼い頃から武芸を習い、13歳頃からは国文や漢文を、その翌年からはスイス人の下でドイツ語を2年間学んだ。1873年大学登校に入学、1881年に卒業した。1881年7月、東京陸軍病院治療科寮に配属する。その後、東京陸軍病院、 陸軍大学校、義務局副会員、対付勤務を経て1884年に、軍医本部に入り、徴兵業務に従事する。また、橋本工場軍医総監の命令で、陸軍衛生部所制度を翻訳する。1885年11月、陸軍大学校の参謀旅行に従属して、クレメンス・メッケルから近代戦の指導を受け、同行衛生学教官になる。 1888年、プロイセン王国ベルリン市にて、日本人留学生と、前列左より、川本重次郎、山根正次、田口和美、片山国吉美、石黒忠則、熊川宗夫、小沢周一。中列左から森林太郎、竹島務、中浜東一郎、助方、千倉、島田武次、谷口、瀬川正俊、北里柴三郎、 江口城。高列左から浜田玄達、加藤昭マロ、北川お辻郎1886年、寒避留学の機会が訪れる。これは陸軍軍医として5人目で、谷口の直前には王外がライプツヒに派遣されている。8月7日、ドイツベルリンに向け出発し、9月25日に到着する。現地ではウィルヒョウから病理学を学ぶなどする。 1889年11月18日、石黒忠則の出迎えで帰国し、軍医学校で教官として、軍人衛生学を教える。1894年7月25日、日清戦争が勃発。一等軍医生に昇進し、名古屋永住病院長になっていた谷口は、留守第三師団軍医部長や南部、平坦軍軍医部長、近州半島平坦軍軍医部長、 第2師団軍医部長を務める。1896年4月に帰国する。1899年6月、この江師団軍医部長兼陸軍軍医学校長になる。1901年3月には、軍医官に昇進し、第4師団軍医部長を務める。1904年2月8日、日露戦争が勃発。第1軍軍医部長として、王力公、様子三例、両養。 佐賀の戦闘に参加する。翌年1月には韓国中流軍軍医部長を務める。1907年1月、日露戦争での功績が認められ、高3級、軍二等金士勲章を受章する。1907年2月に休職し、11月には予備役となる。退役後は年金で生活し、仙台市の病院で内科診療に携わるなどする。 1929年9月21日、死去。ありがとうございます。